テレビをご覧の皆さん、こんにちは。日が陰って涼しくなりました。選手にとってはやりやすい環境と言えるかもしれません。迎えていますのはスペイン一部リーグ第28節、マドリッド対バルセロナ。今日の試合、実況や通貨、解説は水沼貴史さんです。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。マドリッド、スタメンはご覧の通りです。マドリッド、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。一方、バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。今日のゲームの鍵を握ります。サンタクルス、体も切れているようですし、調子が良さそうですね。今日は調子も良さそうですし、期待できると思います。キックオフのホイッスルを前に、スタジアムのテンションも最高潮です。さあ、前半の45分がスタートしています。左にアトレティコ・マドリッド、そして右にバルセロナ、奪います。これはチャンスになりそうだ。ルーズボール、マルコフスキー、左へパスを出します。このボールを前へ、ここで囲みます。マルコフスキー、ここからどうしますか。どうでしょう、これチャンス。ここで奪いました。ヘッドだ。キーパーです。サンタクルス、ファールです。これはイエローでしょう。こういったプレーでカードをもらうのはもったいないですね。フリーキックで再開します。左のスペースを使います。さてどうしますか。前へ出します。
ファール。これは危険なタックルですね。ああ、やっぱり出ますね。イエローカードです。もっと丁寧なプレーを心がけてほしいですね。いやー、これは痛そうですね。これは大事に至らなければいいんですけどね。これは少し角度のあるところからのフリーキックとなります。さあ、どう来ますかね。蹴り込んだ。キーパー弾いた。これはラインを割ります。VTR が出ます。あと少しのところでした。決めたかったですね。いい時間帯でチャンスを得ました。そうですね、このチャンスを無駄にはしたくないですよ。さてどうだ。ヘッド。いやー、見事なパブレガス、先制のゴールを決めました。バルセロナ0対1。パブレガスしっかり押し込んできましたね。今のプレイをもう一度見てみましょう。彼はこういったプレイ頼りになりますよね。そうですね、頭一つ抜けてましたよ。今キックオフしました。前へ出す。さてどうしますか。このボールを前へ。いい感じですよね。遠目からシュート。これはキーパーです。ここで囲みます。クリア。前へ出します。打った。キーパー弾いた。チャンスですね。ニアに合わせた。キーパー弾いた。キーパーです。ボールを回していきます。ここでホイッスルです。前半45分が終了です。バルセロナ最小得点差ながらリードしています。そうですね、しかしまたどう転ぶか分かりませんよ。さてここまでの展開ですが、バルセロナいい展開が続いていますね。安定した試合運びでしたね。サポーターも安心して試合を見ていられるんじゃないですか。後半開始のキックオフ、両チームメンバーの交代なさそうですね。サリバン右、チャンスですね。キーパー弾いた。綺麗に弾き出しました。VTR もあります。ちょっと力みすぎたんでしょうか。この調子でどんどん狙っていきたいですね。バルセロナ追加点を決めて勝負を決めたい。これは期待したいですね。さてどうだ。ヘッド。うまい。サリバン。バルセロナ追加点0対2。サリバンここでゴールやってきましたね。リプレイです。これは彼のポジショニングが良かったんですね。ゴールを狙う意識の高さがプレーに現れてますよ。キックオフされました。さあ来た。シュートだ。これは決めたかったですね。リプレイが出ます。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。少し苦し紛れなところがありましたね。パスを送ります。前へ出す。パブレガス
バルセロナ、ここからどう持っていきますか。いい感じですよね。キーパーです。パスを出します。チェックに来た。さまえらした。さてどうしますか。このプレイはファールになります。この時間帯に選手交代ですか。流れを変えます。足が止まってきてましたからね。フリーキックで試合再開です。最後はキーパー。サンタクルス。縦へ出します。一旦後ろへ。さまえ出した。ここは寄せてきます。ボールこぼれた。これはタッチを割りました。アトレティコマドリ、どうやら選手交代のようですね。流れを変えます。足が止まってきてましたからね。この時間帯に選手交代ですか。デラペーネ、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。スローインでゲーム再開です。ボールを回していきます。タッチを割ります。スローインで中に入れます。これはチャンスになりそうだ。打ってきた。キーパー弾いた。マリン、しっかり蹴ります。これはマルコフスキー。下げます。縦へ出します。エリア前で倒してしまった。 PK です。これは大変なことになってきましたね。アトレティコマドリ、どうやら選手交代のようですね。最後まで諦めないでほしいですね。さあ PK です。ここ決めたいですね。これが決まった。アトレティコマドリッド、これは見事なゴールが決まりました。1対2。パルグレン、いやー張り決めてきた。先ほどのゴールシーンです。キャティ阻むことができませんでした。決められて当然と言ってもやっぱり悔しいんですね。残り時間が少なくなってきました。タッチを割ります。スローインになります。ここで後ろへ。一旦下げました。サイドのスペースを有効に使いたいですね。ここで試合終了。90分の死闘の幕が下ろされました。ご覧いただいた通り1対2でバルセロナゲームを制しました。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況を八塚宏、解説は元日本代表水沼隆さんでお送りしました。水沼さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で皆さんごきげんよう。さよなら。We'll be right back.
テレビをご覧の皆さん、こんばんは。試合開始が刻々と迫っています。迎えていますのはヨーロピアンリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦、ピレウス対しますバルセロナ。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は水沼貴さんでお送りします。水沼さん、今日はよろしくお願いします。水沼です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。実力的にはほぼ互角です。ピレウス、激しい打ち合いになりそうですね。ゴール前での攻防は目が離せませんよ。それでは両チームのスターティングメンバーです。ピレウス、これがスターティングメンバーです。ピレウス、予想フォーメーションは 4-3-3 となっています。一方バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。ヘムロン、鍵を握るのはこの人でしょう。調子も良さそうですし、今日も期待できそうですね。表情もいいですし、今日は見せてくれると思います。まもなく前半45分が始まります。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。コンセイソン、前へ出します。どうでしょうこれ、どうでしょうこれ。さあ来た、最後はキーパー、左へ、フォローが欲しい。クロスボールが入る、ヘディング、いや見事だ。サルバン、まずはバルセロナ先制のゴールを決めました。0-1。サルバン、しっかり押し込んできましたね。リプレイです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。水沼さん、来ましたね、これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。今キックオフしました。前へ出す、右サイドを使う、これはラインを割ります。スローインになります。奪った、このプレイはファールになります。フリーキックで再開します。
このボールを前へ。タラリです。これはチャンスになりそうだ。さあ入れる。チャンスですね。いた。しっかり取ります。パスを出します。左に持っていきました。縦へ出します。どうでしょう。これ抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。 VTR が出ます。前に残っていました。オフサイドです。いいところ見てましたね。今のでいいと思いますね。フリーキックで再開します。これはザゴラキス。うーん、面白い。前へ、前へ出す。サリバン、パスを送ります。モリエンテス、スルーパス、直接シュート。決めたかったですね。リプレイです。これはいいシュートだったんですが、少し苦し紛れなところがありましたね。攻守が入れ替わります。コンセイソン、いい感じですよね。さあ入れる。ここは逃げたい。ディフェンス防ぎました。チャンスです。あ、これは旗が上がりました。 VTR が出ます。前に残っていました。オフサイドです。もう少し攻め方に変化を持たせないとダメですね。フリーキックで再開します。ここでホイッスルです。前半が終了しました。バルセロナ最小得点差ながらリードしています。そうですね。しかしまだどう転ぶか分かりませんよ。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ非常にいい展開でリードしています。ゲームも支配してますし、チャンスをしっかりと決めるのは見事ですよ。後半開始のキックオフです。両チームともどうやら選手交代はないようですね。サリバン、右のサイドを使います。ヘディング、キーパーです。ヘムロ、チェックに来た。これはチャンスになりそうだ。これはいい形だ。キーパーです。ボールを回していきます。セモチョコ、ここからどうしますか。さあチャンスだ。チャンス、ボールこぼれた。パスを出します。一旦下げました。サイドのスペースを有効に使いたいですね。通るか。シルバ、右にはたく。さあ来た。これはキーパーです。ボールを回していきます。攻守も入れ替わります。右にはたきます。さあ入れる。クリア。チャンス、ダイレクト、ゴール入った。ファブレガス、追加点。バルセロナ0対2。ファブレガス、ここでゴールゲットきましたね。今のプレイをもう一度見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。水沼さん、来ましたね。これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。
今キックオフしました。右のスペースを使います。神野シュート。残念。悔しい。 VTR になります。これは決めたかったですね。この調子でどんどん狙っていきたいですね。ピレウス、ここで選手交代があるようです。流れを変えます。この交代で悪い流れを一気に好転させたいんでしょうね。面白い。チャンス、さあ入れる。合わせた。いやー、見事なアデボール。ピレウスゴールを奪います。ナイスゴール。1対2。アデボール、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。先ほどのゴールシーンです。思い切りのいい強烈なシュートは見ている方としても気持ちいいですよね。積極的に狙っていく姿勢ですよね。スペースが空いたらどんどん打つ、これですよ。残り時間が少なくなってきました。シュートだ。ここで奪いました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば1対2でバルセロナ、このゲームをものにしました。ということで、改めて水沼さん、バルセロナ選手たちの特性を生かした試合展開が素晴らしいハーモニーを奏でました。自分たちの良さを出し切った見事な勝利でした。本日は実況を八塚博士、解説は水沼貴さんを迎えてお送りしました。水沼さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。
テレビをご覧の皆さん、こんにちは。日が陰って涼しくなりました。選手にとってはやりやすい環境と言えるかもしれません。迎えていますのはスペイン一部リーグ第29節、バルセロナ対ソシエダ。今日の試合、実況は八塚博史、解説水沼貴さんにお願いしています。水沼さん、今日はよろしくお願いします。水沼です、よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。まずは守備優先でいこうということでしょうね。続いてソシエダ、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。バルセロナ首位争いを制すにはこの試合負けるわけにはいきません。激しい試合になりそうですね。どちらも負けることは考えてません。前半45分のスタートです。左にバルセロナ、そして右にレアルソシエダ。シュートだ、キーパー弾いた、審判がペナルティースポットを指しました。軽いプレーは命取りですよ。バルセロナ決定的なチャンスをもらいました。ここ決めたいですね。決まった、バルセロナ先制のゴールを決めました。1-0、リーザ、やはりこの人が決めてきました。やりますね。それではリプレイを見てみましょう。コパ、これは悔しい。でもこれはキーパーを攻めることはできません。決められて当然と言ってもやっぱり悔しいんですよね。今キックオフしました。ここからどうしますか。ファーサイドに行った、クリアしたい、カット、ここはパスを出す、ここはカット、前へ出す、下げます、コンセイソン、シュートだ、キーパー弾いた、ナイスカバーです。ゴールマウスを捉えきれませんでした。前へボールを回していきます。前へ攻守入れ替わります。レアルソシエダ、ここからどう持っていきますか。前へ攻守入れ替わります。左に持っていきました。サリバン、これはチャンスになりそうだ。さあ来ますよ。ディフェンス防ぎました。クリア、前へ出します。これは飛び出していました。オフサイド、リプレイが出ます。前に残っていました、オフサイドです。もうちょっと動き出しのタイミングを考えた方がいいでしょう。フリーキックで再開します。左へ出します。一気に前へ、これはタッチを割りました。スローインになります。ここからどうしますか。下げます。さてどうしますか。どうでしょう、これルーズボール、ここで奪いました。さあチャンスだ、遠目からシュート、ボールはゴールマウスを恐れました。リプレイが出ます。これはいいシュートだったんですが、少し苦し紛れなところがありましたね。ここはパスを出す、チェックに来た、ファウルです。ちょっと頭を冷やした方がいいですね。ルイーズ、カードはないようですが審判から厳しく注意を受けます。際どいプレーでしたからね、今回は甘く見てくれましたね。どうでしょう、これファウルです。これは少し角度のあるところからのフリーキックとなります。どうでしょう、これ最後はキーパー、ここでホイッスルです。前半が終了しました。バルセロナ
最小得点差ながらリードしています。まだまだ油断できないですね。早く追加点が欲しいところです。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ、いい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思います。さあ後半開始です。両チームともどうやら選手交代はないようですね。縦へ出します。つながるか。チャンスです。直接合わせた。決めたぞ。サリバン追加点。バルセロナ2対0。サリバンしっかり押し込んできましたね。リプレイです。思い切りのいい強烈なシュートは見ている方としても気持ちいいですよね。積極的に狙っていく姿勢ですよね。スペースが空いたらどんどん打つ、これですよ。今キックオフしました。左に持っていきました。ここで囲みます。前へ出す。パスを送ります。通るか。サリバン、さあ入れる。かわせるか。うわ入った。シルバー、バルサルはここで1点をもぎ取ります。3対0。シルバーうまくフィニッシュまで持っていきましたね。ではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにバルセロナチャンスを逃さずしっかりと決めましたね。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール。見事に期待に応えてくれましたね。キックオフです。パスを出します。前へ、ルケ、右へ、ペレリオ。どうでしょうこれ。クロスボール、どうか。うわー、サリバン、バルセロナゴールを奪います。ナイスゴール。4対0。水沼さん、いや来ましたね。やりますね。本当ですね。今のゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。水沼さん、来ましたね。これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。キックオフしました。サリバン、フォローが欲しい。シュート。ボールマウスを捉えきれませんでした。今のプレイです。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。少し苦し紛れなところがありましたね。パスを送ります。ホロバティ、
サポートが欲しい。どうでしょう、これ。奪います。チャンスですね。打ってきた、弾いた。これはうまく弾いています。VTR になります。これはいいシュートだったんですが、あとはシュートの精度を上げるだけですね。バルセロナ、ここで選手交代があるようです。ミスター、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。バルセロナ、追加点を決めて勝負を決めたい。ここでもう1点取ってサポーターを安心させたいですね。アドリス、防いだ、来た。エドアロンス、バルセロナファールです。フリーキックで再開します。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。これはオフサイドです。リプレイが出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。いいところ見てましたね。今のでいいと思いますね。さあフリーキックです。前へ出します。ファールです。フリーキックで試合再開です。ここからどうしますか。ファウルです。危険ですよ。サルド、カードはないようですが審判から厳しく注意を受けます。このファウルで一旦流れが止まりましたね。いやー、これは痛そうですね。危険ですよ。フリーキックで試合再開です。左へ、どう持っていきますか。遠目からシュート。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、4対0でバルセロナ勝利を収めています。ということで、改めて水沼さん、バルセロナ終盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況や続く、解説は元日本代表水沼貴史さんでお送りしました。水沼さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。
テレビをご覧の皆さん、こんにちは。ピッチは水滴で所々光っています。迎えていますのはスペイン一部リーグ第30節、マラガ対バルセロナ。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は水沼貴さんでお送りします。水沼さん、今日はよろしくお願いします。水沼です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。マラガ、スタメンはご覧の通りです。マラガ、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。一方バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。ルナ、鍵を握るのはこの人でしょう。体も切れているようですし、調子も良さそうですね。今日は調子も良さそうですし、期待できると思います。さあ、いよいよ前半開始の笛が鳴ります。期待せずにはいられません。審判の笛とともにゲームがスタートしています。奪った、さあ大きく出した、モリエンテス、チャンスですね。シュートだ、キーパー弾いた、チャンスですね。最後はキーパー、ゴンサロ、これはチャンスになりそうだ。いったか、キーパー飛びついた。サリバン、モリエンテス、さあチャンスだ。さあ来た、いった、うわー、いいか。バルセロナ先手を取ります。0対1。エースとしてここは絶対に外せませんでしたね。水沼さん、いや、来ましたね。素晴らしい。今のゴールシーン、もう一度。2列目以降がうまく飛び出してフリーになりましたよね。抜け出した後、しっかり落ち着いていたのが良かったですね。今キックオフしました。これはルナ、スルーパス、抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。今のプレイです。これはオフサイドですね。チャンスと見れば積極的に狙いに行ってますよね。さあフリーキックです。前へ出す。さてどうしますか。どうでしょう。これ奪った、レモス、ファールです。これはいけますかね。危険ですよ。さあフリーキックです。右サイドを使う、来ますよ。さあ入れる、出したいところ、カット、ナイスカバーです。ここはカット、このボールを前へ、前へ出します。コンセイソン、スルーパス、ボレー、いやー、
VTR に出ます。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。積極的でいいですね。この調子でいけば得点も時間の問題でしょう。前半45分が終了です。バルセロナ最小得点差ながらリードしています。そうですね。しかしまだどう転ぶか分かりませんよ。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナいい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思います。後半開始のキックオフです。両チームメンバーの交代なさそうですね。スルーパス、チャンス、キーパー飛びついた。ゴンサロ、ここはパスを出す。これはいい形。選手が倒されて PK です。軽いプレーは命取りですよ。さあ注目しましょう。ここ決めたいですね。キーパー弾いた。素晴らしい反応を見せました。リプレイです。あと少しのところでした。決めたかったですね。どんな形で攻めてくるんでしょうか。ここは何とかしたいですね。サードは直接シュート。うわー、レモスリードを許しません。ここで同点ゴール。マラが1対1。レモスうまくフィニッシュまで持っていきましたね。ではリプレイを見てみましょう。完全にフリーにしてしまいましたよね。ちょっと集中が切れてしまいましたかね。さあ試合後笑っているのは果たしてどちらのチームか。キックオフです。マラガファールです。さあフリーキックです。嫌なボールです。奪った。攻守入れ替わります。どうでしょうこれ。キーパーです。いい感じですよね。ナイスカバーです。時間は後半の20分。バルセロナ攻めのリズムが一定になってきているようです。サイドチェンジによって相手ディフェンスを崩したいですよね。いやこの得点で主導権を握ります。バルセロナ1対2。サリバンうまくフィニッシュまで持っていきましたね。ではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。水沼さん来ましたね。これですね。今のは積極的に狙う姿勢が生んだゴールでしょう。今キックオフしました。パスを出します。右のサイドを使います。下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。これはラインを割ります。バルセロナここで選手交代があるようです。ルイス・ガルシア、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。スローインになります。バジェステロス、コンセイソン前へ出す。
これはどうだ。いた。これはラインを割ります。リプレイです。これはいいシュートだったんですが、少し苦し紛れなところがありましたね。ルイーザ、彼のプレースキックには定評があります。彼のテクニックなら直接狙ってもいいんじゃないですかね。さあ蹴った。これはキーパーです。右へ。これはシャビ、前へ出します。一度下げます。どうでしょう。これキーパーです。ここで試合終了。ご覧いただいた通り1対2でバルセロナゲームを制しました。ということで改めて水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況を八つ塚、解説は水沼貴史さんを迎えてお送りしました。水沼さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また次の機会に。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。厚い雲に覆われ、星の見えない寂しい夜となりました。迎えていますのは、ヨーロピアンリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦、バルセロナ対ピレウス。今日の試合、実況は八塚博、解
解説水沼貴さんにお願いしています。水沼さん、今日はよろしくお願いします。水沼です、よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。バルセロナ、本日の対戦戦力的には五分と言えます。激しい打ち合いになりそうですね。ゴール前での攻防は目が離せませんよ。このような戦績です。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナ、これがスターティングメンバーです。バルセロナ、守備を固めた布陣となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。対するピレオス、予想フォーメーションは 4-3-3 となっています。今日のゲームの鍵を握ります。モリエンテス、調子も良さそうですし、今日も期待できそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。まもなくキックオフです。前半45分のスタートです。パスを送ります。前へ出します。いい感じですよね。ナイスカバーです。ここからどうしますか。後ろに出した。バルセロナファールです。これカード出そうですね。イエローカードです。こういったプレーでカードをもらうのはもったいないですね。さあフリーキックです。ちょっとじれったいですね。これはサリバン、ロングシュート奪います。クロスボールどうか。これはラインを割ります。スローインで中に入れます。どう組み立てるか。クリア、奪った、ファールです。さあフリーキックです。どうでしょう。これシルバー、ルーズボール。これはキーパーです。時間は前半25分。バルセロナ、攻めの形はできていますがシュートが少なすぎます。そうですね、チームのシュートに対する意識が低いと思います。打ってきた、一気に前へ。ここはパスを出す。セモチョコ奪います。このプレイはファールになります。さあフリーキックです。遠目からシュート、キーパー弾いた。ナイスカバーです。早く出したい。ここはカット。ホロバティ、これはコンセイソン。さあ大きく出した。ファールです。フリーキックで再開します。ファウルです。ですよ、注意だけで済みました。際どいプレーでしたからね。今回は甘く見てくれましたね。フリーキックで再開します。一度下げます。下げます。ここら辺で逆サイドに振りたいですね。前、コンセイソン、スルーパス、いた。最後はキーパー。ここで前半戦が終了。両チームとも無得点。攻撃パターンが単調ですよね。さてここまでの展開ですが、バルセロナ同点とはいえ攻めのリズムがいまいち分かりません。そうですね、もったいないシュートが多かったと思いますよ。後半開始のキックオフ、両チームともどうやら選手交代はないようですね。
このボールを前へ。モリエンテス、スルーパス。これはチャンスになりそうだ。いったか。うわ、入った。サリバン。均衡を破ったのはバルセロナ。1対0。サリバン、ここでボールゲットきましたね。今のゴールシーンです。高い位置でボール奪ってからはあっという間でした。前線の選手の惜しまぬプレスの成果だと思いますよ。キックオフです。これはルンゲ、いい感じですよね。シュートだ。いやー、今のプレーです。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。あとはシュートの精度を上げるだけですね。どう持っていきますか。一度下げます。これはマルコフスキー、直接合わせた。キーパー弾いた。素晴らしい反応を見せました。今のプレーです。これはいいシュートだったんですが少し苦し紛れなところがありましたね。バルセロナ、追加点を決めて勝負を決めたい。これは期待したいですね。さてどうだ。カット、遠目からシュート、チャンスです。キーパー弾いた。これは防ぐ。バレラ、どう出る。センタリング気味に打った。これは左に外れてしまいました。 VTR が出ます。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。ちょっと精度に欠けてましたね。攻守が切り替わります。どうするか。このボールを前へ。モリエンテス、ディフェンス防ぎました。いた、弾いた。クリア。スルーパス、ダイレクト。いやー、ゴール入った。モリエンテス、バルセロナ追加点。2対0。モリエンテス、ここでゴールゲットきましたね。リプレイです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。キックオフされました。これは飛び出していました。オフサイド。リプレイです。これはオフサイドですね。もう少し攻め方に変化を持たせないとダメですね。フリーキックで再開します。サマエ出した。ルイーザ、どうでしょう。これシュート、キーパー弾いた。素晴らしい反応を見せました。今のプレーです。
これはいいシュートだったんですが。積極的でいいですね。この調子でいけば得点も時間の問題でしょう。ピレウス、どうやら選手交代のようですね。マルジョッタ、彼が下がります。ここで一人変えてきましたね。バルセロナ、追加点を決めて勝負を決めたい。さあ蹴った、ヘッドだ。いやー、見事なモリエンです。バルセロナこの差は大きい。3対0。水沼さん、ナイスシュートですね。これどうでしょう。先ほどのゴールシーンです。完全にフリーにしてしまいましたよね。ちょっと集中が切れてしまいましたかね。今キックオフされました。デラペーニャ、縦へ出します。どうでしょう、これヘッドだ。最後はキーパー、パスを送ります。攻守も入れ替わります。さあ前へ出した、打ってきた、キーパー弾いた、クリア。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、3対0でバルセロナ勝利を収めています。ということで、改めて水沼さん、この試合の結果で準々決勝進出が決定しましたが、どうご覧になりましたか。やりましたね、ベスト8。これはもっと上を目指してもいいんじゃないでしょうか。その勢いのままあと3つ勝ち上がってほしいですね。本日は実況を八つ塚、解説は水沼貴史さんでした。水沼さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。
全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。ピッチは水滴で所々光っています。迎えていますのはスペイン一部リーグ第31節、バルセロナ対バレンシア。今日の試合、実況は八塚博士、解説水沼貴さんにお願いしています。水沼さん、今日はよろしくお願いします。水沼です、よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。一方バレンシア予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。バルセロナ現在優勝を狙える位置にいます。ここで油断をせずに普段通りのプレーを見せてほしいです。熱い試合になるとは思いますが、冷静に試合をコントロールしたいですね。前半45分のスタートです。ファール、これは危険なタックルですね。これカード出そうですね。イエローカードです。これはちょっと向きになりましたかね。さあフリーキックです。いい感じですよね。クロスボールが入る。うまい、シルバー。まずはバルセロナ先制のゴールを決めました。1-0。シルバーうまくフィニッシュまで持っていきましたね。先ほどのゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしい動きを見せましたね。来ましたね。いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。キックオフです。左へ出します。左のスペースを使います。遠目からシュート、キーパー弾いた、ボールこぼれた、いた、これはキーパーです。パスを送ります。左のスペースを使います。ボールを回していきます。最後はキーパー、メンディエタ、サリバン、どう出る、キーパー弾いた、ここで奪いました。攻守が切り替わります。どうするか。さあチャンスだ、キーパー弾いた、チャンスです。いやー、ゴール入った、ハブレです。1点追加、バルセロナ2-0、ハブレです。ここでゴールゲットきましたね。今のゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。来ましたね。いい動きを見せましたね。それがうまくゴールまでつながったと思います。キックオフされました。これはラインを割ります。スローインでゲーム再開です。これはタッチを割りました。スローインでゲーム再開です。前へ、これは旗が上がりました。リプレイが出ます。これはオフサイドですね。もう少し攻め方の変化を持たせないとダメですね。フリーキックで再開します。パスを出します。さあ来ますよ、スルーパス、最後はキーパー。ここはパスを出す。ここは寄せてきた、ファールです。さあフリーキックです。攻守が切り替わります。どうするか。クロスボールが入る、あっとこれはキーパー。パスを送ります。さあ前へ出した、直接シュート、これは右に外れてしまいました。
VTR が出ます。これはいいシュートだったんですが、ちょっと精度に欠けてましたね。ボールを回していきます。いや、少し雑でしたね。ここで前半戦が終了。バルセロナ、安定した戦いでリードを保っています。そうですね、このままの調子でいきたいところです。さて、ここまでの展開ですが、バルセロナいい展開が続いていますね。安定した試合運びでしたね。これでも安心して試合を見ていられるんじゃないですか。後半開始のキックオフです。両チームともどうやら選手交代はないようですね。縦へ出します。さあ前へ出した。どうでしょう、これ最後はキーパー。ここはパスを出す。左へバイネス、バイネス、ここで囲む、下げます。スルーパス、キーパーです。ここはパスを出す。下げます。チャンスですね。どうでしょう、これ早く出したい。カット。ハニート縦へ出します。一度下げます。この辺で一本通したいですね。大きく前へ蹴り込みます。タッチラインを割っています。スローインになります。ボールを回していきます。これはいい形だ。クロスボールが入る。ディフェンス防ぎました。キーパー弾いた。ヘディング、いや見事だ。ペレリオ、差を広げます。バルセロナ3対0。ペレリオ、ここでゴールゲットきましたね。今のゴールシーンもう一度。ペレリオ、フィジカルの強さを見せていますね。競り合いに負けていません。ゴールへの執念を感じますよね。気持ちでもぎ取った1点ですよ、これは。今キックオフされました。ファール。ちょっと頭を冷やした方がいいですね。ああ、やっぱり出ますね。イエローカードです。こういったプレーでカードをもらうのはもったいないですね。この時間帯に選手交代ですか。ミスター、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。さあフリーキックです。出したいところ。ここはカット、前へ出します。一旦さ、タッチを割ります。スローイン、左に叩きます。ここはカット。モリエンテス、さあコーナーキックです。バレンシア、どうやら選手交代のようですね。最後まで諦めないでほしいですね。コーナーキック、セットプレーとなります。選手の緊張感がこちらにも伝わってきますよ。さあ蹴った。カット。
これはキーパーです。そしてここで試合終了のホイッスル。終わってみれば3対0でバルセロナこのゲームをものにしました。ということで改めて水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況や続き、解説は水沼貴史さんでした。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。